秋山とよひろ、秋山とよひろ、秋山とよひろ、1942年、昭和17年6月22日帯は、日本のジャーナリスト、ソビエト連邦第3級宇宙飛行士、京都造形芸術大学芸術学部教授、2017年4月から、三重県大台町在住。元 TBS 記者、ワシントン支局長。 TBS に勤務していた1989年から1990年にかけて民間人では初めて商業宇宙飛行を利用すると共にジャーナリストでは初めて宇宙空間から宇宙を報道。現在は初めて宇宙に行った日本人として宇宙体験家協会、アセ、宇宙飛行を経験した宇宙飛行士の国際団体の会員にもなっている。また、 旧ソビエト連邦のの宇宙、ステーーションミールに滞在した、唯一の日本人でもある。東京都出身、攻玉者高校を経て、国際キリスト教大学教養学部社会科学科へ、進学。秋山自身は、実家の経済状況が芳しくなかったことから、高校で、学生生活を終えるつもりだったという。やがて、親戚の援助で攻玉者高校へ進むと、 落語に興じるようになった、ゲストで出演した MBS ラジオ、大人の駄菓子屋の2012年11月18日放送分より、大学卒業後の1966年に TBS へ入社、同期に木所健一郎、川戸恵子など、入社後にラジオニュース部へ配属されると、収録番組の構成やニュースハイライトの取材などを担当した。 入社2年目の1967年12月から、イギリスの BBC、英国放送協会へ出向。NHK、朝日放送からの出向者と共に、BBC ワールドサービスの日本語放送での番組制作、取材に携わった。BBC への出向期間を終えた1970年から、TBS の外信部に配属。1976年には、 あとに TBS テレビでニュースキャスターを務める先輩記者のニーボ明と共にベトナム戦争終結後のハノイを非共産権ジャーナリストとして初めて取材した。1977年からは政治部の外務省担当記者を経ておはよう地球産の海外取材ディレクターや JNN 報道特集いずれもテレビ番組のディレクターを担当。 1984年から1988年まで TBS のワシントン支局長を務めた後に外心部デスクを歴任した。1989年に TBS が日本人のミール訪問に関する協定をソビエト連邦の宇宙総局と調印。TBS 社内の98人の応募者の中から同年9月に同僚の菊池良子と共に TBS の二人の宇宙飛行士候補に選抜された。1989年10月から1990年11月まで、モスクワ郊外の星の町の宇宙飛行士訓練センターで訓練を行い、打ち上げ前日の1990年12月1日に国家審査委員会から宇宙飛行士の承認を受ける。TBS が調印した1989年時点では、 モーリーマモルのスペースシャトルでの飛行が日本人初になるはずであった。ところが1986年のチャレンジャー号爆発事故でモーリーの飛行が遅れたために1990年12月2日ソ連のバイコヌール宇宙基地より宇宙船ソユーズ TM-11 登場の秋山が初めて宇宙へ行った日本人宇宙飛行士となり同時に世界で初めて宇宙に行った。 ジャーナリスト TBS の宇宙特派員ともなった TBS による一連の番組は TBS 宇宙プロジェクト日本人初宇宙へと題しテレビラジオ双方で連日放送した打ち上げ期間時は長時間にわたる特別番組を放送しすべて生放送で模様を伝えた打ち上げ時の視聴率は36%ソユーズ TM-11 が 集会軌道に乗った後、生中継で、スープ、ソ連宇宙飛行管制センターにいた、松永国久、当時 TBS アナウンサーからの呼びかけに対して、これ、本番ですかという第一声を発したことはよく知られている。なお、期間後に上司した著書の中で、第一声は、宇宙は、混沌としていますと発しようと考えていたが、実は、宇宙は、混沌とはしておらず。 生中継に備えて、ツープと更新中に割り込んできた形となった、東京からの呼びかけに思わず反応した、これ、本番ですかは、最も放送人らしい、第一声だったのではないだろうか、と振り返っている。2018年現在でもテレビ番組等で、秋山が紹介される際には、この話題が取り上げられることがある。翌日、宇宙、 ステーションビールとドッキングすると乗組員兼ジャーナリストとして日常生活をリポートした。宇宙実験では日本から持ち込んだカエルを無重力環境に置くとどうなるかセンスで仰いで移動できるかといったことや自らが被験者となり睡眠実験などの試みがなされた。宇宙から見た北海道を美味しそうな昆布に見えますとも言った。滞在中はひどい宇宙酔いに悩まされた 同乗したロシアの宇宙飛行士はあんなに吐く人間は見たことがないと述べているドラゴンフライより8日間の宇宙生活を終え同年12月10日に先にミールとドッキングしていたソユーズ TM-10 でカザフスタンのアルカリクに無事着陸帰還した直後マイクを向けられた秋山はお酒が飲みたいタバコが吸いたいと話した 地球機関後は TBS 報道総局次長などを歴任したほか、クイズダービーの回答者、ブロードキャスターの初代コメンテーター、筑紫哲也ニュース23で、筑紫哲也休暇期間中のキャスター代理を務めていたが、1995年に TBS を退職した。宇宙飛行士だったということから、次第に会社での居場所がなくなっていったことを、退社した理由の一つに挙げている。 宇宙に行ったことで、お金や、権力や名声などといったものがあまりにもちっぽけで、そういったものに興味が湧かなくなったことも理由に挙げている。1995年からは、福島県へ移住した上で、阿武熊農業者大学校を主催。自身も、一目ぼれなどの米の無農薬栽培を手掛ける一方で、宇宙飛行士の肩書きで、環境についての講演や、 本の執筆活動をこなしてきた。なお、現在も、旧ソ連認定の宇宙飛行士の資格は有効である。ため、元宇宙飛行士と紹介されるのは誤りである。2003年に、日本で初めて開催された、アセ主催の第18回世界宇宙飛行士会議に、宇宙飛行士、ジャーナリストの肩書きで、実行委員会委員として参加している。2011年、 平成23年3月に東京電力福島第一原子力発電所で起きた福島第一原子力発電所事故を受けて福島県から群馬県に避難。避難先でコシヒカリの無農薬栽培を試みるかたわら原発難民の立場から檻に触れて原子力発電所や放射能に関する意見も披露している。また同年11月1日付で 京都造形芸術大学の芸術学部教授に就任したことを機に2012年からは京都府内へ移住している。なお、TBS 退社後の2003年4月から2004年3月までは福島県で農業に従事する傍ら、山陽放送 TBS 系列局の報道番組ドンブラコでメインキャスターを担当。京都へ移住後の2012年10月からは w i 夜も、ラジオと決めてます。MBS ラジオが、2012年度ナイターオフ期間に、放送した4時間6分の生アイド番組水曜日の、パーソナリティとして、TBS 記者、宇宙飛行士としての経験談や、原発難民としての意見などを語っていた。同番組終了後の2013年からは、同じ毎日放送を、TBS 系列局の MBS テレビが制作する、 関西ローカルの情報番組ちちんぷいぷいへ、パネラーとして不定期で出演している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。